はい、こちらジャムです。今回はドット絵社、やっていこうと思います。ということで、いこうと思うんですが、まあ、ついさっきね、ちょっとレベルアップしたので、まあ、こちら殴りながらね、やっていこうと思います。14日目スタートですね。今回で、2週間経過しますよと、まあ、今日が終わって2週間だから、まあ、厳密にはね、まだ、2週間にはなってないところなんですが、まあね、ほぼ2週間経ちましたということで、まあ、ざっくりね、30日っていうのが、まあ、28、まあ、4週、ほぼ4週と見るのであれば、半分。まあ、でもあれか、どっちにしろ15日で半分かなというところなんで、まあ、そこを考えるとね、ほぼ、ほぼ折り返し地点という感じかなと思います。まあ、戦力的にもね、4000K 目指してて、2100K だから、まあ、バランス的にはね、なんとか達成できそうなところいるのかなという感じですね。さて、じゃあ、いろいろとね、日課をやっていきましょうか。さてさて、今のところはね、まあなんか、星上げをするための素材がね、結構集まらないで苦戦しているという形なので、まあこういうね、普段のガチャをしっかり、数をね、引いていきたいかなと。おっと、ハドソン出ましたね。オッケー。そんなとこですね。で、まあ、レベルもね、しっかり、プレイヤーレベルの方を上げて、星上げとか以外での、ちょっと待って。星上げとか以外での戦力アップの要素をね、しっかり、やっていきたいかなというところですね。さて、あとは、待ってね。イベントですね。新しいのが始まったところもあるので、昨日からね。ちょっとそちらの方もしっかり踏んでいきたいなと。そんなところか。アリス出た。アリスは良いですね。だって、そういえばね、なんか、最初からやってる方のアカウントのレベルがね、120になったので、120になったからね、貯めてたガチャいろいろ引いてみた的な動画を出したらね、まあそっちの方がね、やっぱ再生はされるから、まあ、縛りの動画はね、日課というか、毎日ね、その日の日付変わった瞬間のプレイ状況を残してるという形にもなるから、まあ、一本一本をね、そんなに見るようなものでもないのかなという意味ではね、再生数、120になった瞬間のやつの方がね、出てますねと。あー、ちょっとキューブ狙ってもうちょっと行ってみよっか。出ない。まあでもね、これ1000コインはね、実はこの縛りだと当たりの部類なんだよね。なので、まあ今のも良しとしましょう。おい。おい。OK。お、500K。500K も結構嬉しいですね。とりあえずこんなところかな。で、解析はしっかり補充しておく。OK。で、ちょっとコイン不足になりがちだから、コイン消費するやつはやらないでおきましょうかね。解析だけ、ダイヤの解析だけちょっと買い足しておこうかな、ぐらいの感じで、回してますよ、というとこですね。ま、あとね、魔能のかけらちょっと迷うんだよね。どうしようかな、みたいな。一旦保留しよう。っていうのも、まあ、レベル10になった後ね、11にするのは大変だけど、覚醒をね、それぞれのキャラちょこちょこ進めるっていうのはできなくはないだろうから、まあそこでの戦力アップとかも見越すのであれば、今からね、コツコツ集めておくのもありかな、みたいな。ちょっとなんかやられたね。そんな話ですね。そして、闘技場行きましょうか。適当に、3回攻撃して、おっと負ける。で、上位の人たちへの挨拶回りをしていく。さて、とりあえずこんなところか。イベント覗いてみましょうかね。の前に、ちょっとキャラを確認して、あれ?なんで図鑑が?あ、そうだ。動画外で、ロロエを拾いましたということで、まあ、神話禁止なんでね、このロロエもやっぱり使えないんですが、
どこかにいますよとは。まあ、ロロエもちょっと交換しておこうかな。使わないから。そうですね。お、キューブも、6個あるので、まあ、ちょっとね、何に使おうかな。今足りないのは、あー、でもエランド星10もありだな、これ。エランド星10にするんだったら、こっちを、魔性、回してもいいかもしんない。種族召喚は。ただ、まあ、あなたもあなたでしっかり重なってるから、まあ、やっぱり、こっちが本筋かな。どっちだろうな。で、まあ、森の人たちに関してはちょっとね、採用してるキャラが多いので分散しちゃってるところもあるんだけど、まあ、ここはここでね、ちょっと素材が欲しいところではあるから、まあ、どの属性で回すかね、ちょっと迷ってますという感じですね。狼のおじさんを星5にしておきましょう。OK。あとは、アスラルとソフィア、どっちがいいんだっけ？ちょっと待ってね。意外とね、ソフィアもね、必要だよって言ってくるやついるんだよな。まあ、ハドソンちょっと星6作っておこうか。と思ったらちょっと素材が足んないか。いや、ロロエ使っちゃいますか、ここで。そうだね、ちょっと素材気になるからね、どっちにしろ。神話は、パーティーに入れない縛りなので、ロロエさんはね、ちょっとハドソンの強化に使っていきましょう。はい、オッケー。で、スラルの方、まあ、どっちだ、ソフィアかな。ソフィアちょっと星上げしましょうか。ちょっとここね、適当にやるとダメな気もするんだけど、まあやっちゃったぜという感じですね。あ、しまった。今ので増えてないってことは、ちょっとソフィアじゃない方が良かった感じですね。そしたらね、どうしようかな。あれだね、アリス・メリッサの星を上げつつ、星球をね、素材集めてこの辺で作ろうかなとか、そんな話をねちょっとしてた気がするので、そうなるとやっぱり星6、あー、そっか、ちょっと待って、じゃあ種族召喚こっちの属性で引きましょうか。人の人たちでいけ。はい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 、まあ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 、こんなとこでしょう。はい、オッケー。で、コンペイトでパワーアップしといて、そうしたら、人のやつね、こっちも、重ねておきましょう。はい、オッケー。そうだね、エドワードに関しては、エドワード自体の凸を進めたいかなと思ってるから、まあ、エドワードの星力を作るのはどうなんだって感じですね。まあ、となるとあれか、アンデリア素材にしてエドワードの星上げてって、それをエドワード、エランドにくっつけるっていう方向で間違いではないか。だったら、こここうやって、やっちゃってもいいですかね。オッケー、星3に、星3というか星8にこれでなるね。さらに、まだいけますかと、あ、そうか、星6がいないのか。星6がいないんだね。なるほど、なるほど。そうなると、ああ、そうか。さっき使ってしまった。しまった。やはり計画性がない。まあ、地道に行きましょうというオチだね。まあ、とりあえずね、イベントの聖眼ガチャ単発回していきましょう。まあ、これに関しては、どちらかといえばね、お、種族召喚のキューブもらえる。音が消えちゃいましたが、ちょっと一通り回収してから音を復活。種族召喚のね、あ、これに関してもあれだね、三属性を選んでおいた方が、まあ仁義でもしますか。侍タルモ、まあ別にね、これ単発しか引かないからどっちにしろ引けない可能性の方が高いんだけど、光闇だとマジで使い道ないけど、三属性なら一応ね、あの餌としてなら、採用できるので、そんな感じで、一応ね選んでおきましょうという感じかな。あ、間違えた。ちょっと待って、これか。はいはいはい、無料のやつ一通り回収した。ダイヤ商店は後で見ましょう。で、7日バウンティーの報酬を、受け取っていきましょうか。下のやつが光ってるから全て達成はしてますね。 OK。
あとは、男パックの無料のやつ回収、累計チャージの上の宝箱回収、勇者召喚ここを、報酬受け取って一発殴っておきましょう。そしてイベントに行く。そうか。慣れないから何からやればいいんだみたいになってるな。ここログボナ受け取って、あとはね、比例のやつ、一応受け取りましょう。ちょっとね、上のやつはまだないので、まあそこも早く解放したいなという感じですね。で、ビンゴもやっておく。こんなところかな。で、タコ揚げで、無料分をしっかり回収して、まあ、20のやつぐらいだったらやってもいいかなということで、この辺までね、あ、しまった。間違えて単発で揚げちゃった。10回揚げるにチェックをして、バンバン飛ばしていきましょう。しまった。1回単発でやっちゃったせいで半端になって、もう10回回せませんみたいに言われちゃった。OK かな、こんなとこですね。さあ、そして、こちらも攻撃しておきましょうと。はい、ということで、とりあえずね、現状の日課、一通り終わりましたかね。さあ、あとは、どれだけ、おっと、ここにも、星5召喚できるやつ、溜まってましたね。オッケー、じゃあ、それも召喚しちゃいますか。一気に。お、エランドさんとあなたが、重なるのは嬉しいですね。エドワードも素材としては良し。アイヌと、メリッサも悪くないですね。ほい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 。OK。これでちょっと、突は進まない。突だけは進まないね。いらっしゃいませ。ご自由にご覧ください。そうだな。そうなると、あとは、この辺もね、星5のかけると変えちゃっていいんだよね。バルキリーとかパンクとかイレイヤーとか交換できないから。こまめに星5のかけると変えて、着実にね、普通の星5を集めていきましょうという感じかな。さて、あとはだ。どうしようかな。まあ、ここ星上げでき、ここの星上げができればという感じなんだが、星6のやつ作れないんだよな。あ、まあ、エドワード自身で星6作ろうと思ったら、そうか、執行者でいいんだ。執行者でいいんだったら、まあ、もしかしたらスゴロクのところで、あ、そうか、使い切ってたな。マジか。ちょっとスゴロク覗いてみますか。あ、ちょっと待ってね。この辺も、あ、受け取れますね、いろいろ。そして一発殴っておく。からの、周回2回ですね。オッケー。まあ、ちょっとスゴロク、顔を出しておきますか。しまった。一括修理をした方がよかった。で、報酬受け取る。で、サイコロ回していきましょう。お、なんかもうちょっとでレベル4になりそうだね。上がりますか？まあまあまあ、まだか。ダイヤゲット。ダイヤ回収できたのはいいね。そして、このクイズ。これはね、スライムを選ぶのが正解なんですわ。なんとなくね、スライムは信頼してる。なんでか知んないけど、あのアイコンの人は強い。そんなことがね、今までで経験上分かってきたという感じですね。さあ、おっと、レベルアップしましたね。じゃあ、広げていきましょう。OK、レベル4になりましたね。毎回ね、新しい縛りプレイを始めるたびに、スゴロク上ね、最初こんなちっちゃかったっけって話をね、してる気がするんだけど、まあ、徐々に広がっていくとわかんないんだよね、正直。まあ、だけど、実際はね、まあ、レベル上がるごとにね、どんどんスゴロクの、盤面は広がってるわけだから、まあ、そらそうなるわな、という感じですね。まあまあ、とりあえず、人のとこ遊びに行きましょうか。ほい。
そうだね。まあだから当面はとりあえずエドワードで、星オットを捕まる。エドワードで星9を作って、まあエランドかあなたを星10に、していこうかなというのをね、目標にやっていってみようと、思いますという感じかな。さあもう一回クイズ。うおー、これはちょっと迷うね。こっち。あー、あーそっちなんだ。ちょっとそっちと迷ったんだよ。確かに肉まんの子、肉まんの子もね、なんか使ってみたいんだけど使う機会がなかなかないという、そんな感じですね。まあメインの方がね、あのイレイヤとウィンター以外は光闇っていう感じでもう固まっちゃってるからというのもあるし、まあそれ以外のやつだとね、一番最初にやってた特に縛りのない、無課金30日 4000K のやつと、こっちのやつ縛りプレイのね、無課金30日 4000K、ぐらいしかやってないので、まあそういう意味ではね、ちょっとあの肉まんの子をね引いたり編成に入れたりする余裕がないという、そんな感じですね。まあ実際ね本体引けるかどうか運なので、別に、どこで何っていうわけでもないんだけど、まあまあまあちょっとやっておきましょうか。おっと、これはもらえますか。あー、ダイヤもらえない、残念そしてクジラのレベルが上がるようなら上げておきましょうか。お、カボチャが10個溜まってる。そうか、さっきのレイドボスみたいなところで、触ったからね、回せた感じですね。オッケー。まあ他のやつはちょっと後でやっとくかぐらいのとこだから、まあ今回はこんなもんですかね。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。